刺激的な舞台、IMP。が中国の音楽祭で観客を熱狂させた驚きの理由とは世界が認めた IMP。中国の大型フェスに登場し観客を熱狂させた衝撃の理由とは ?2024 年4月21日、中国生徒で開催された、ストロベリーミュージックフェスティバル。この日、アイドルグループ、 IMP も出演を果たした。長い雨季が続く中、この日ばかりは奇跡のように晴れ渡った空。IMP のメンバーたちは晴れ男と呼ばれるゆえんを見せつけた。晴れてよかった。会場に到着した時の興奮と期待感は本当にすごかったです。そう話すのは IMP のリーダー佐藤あたら。晴れ渡る空に眩しい光が降り注ぐ。 今日は世界最大級の音楽フェスティバルの開幕日。いよいよ IMP がステージに立つ時が来た。日本のアイドルグループ IMP はこの数年で急速な人気上昇を遂げた注目株だ。彼らはアイドルらしさを追求しつつダンスやパフォーマンスの高さで世界的な注目を集めてきた。そしてついに 中国の有名音楽フェス、ストロベリーミュージックフェスティバルへの出演が決まったのだ。フェスの会場に到着した IMP のメンバーたちは、晴れ渡る空と大規模な会場に圧倒されつつも、高揚感に包まれている様子だ。これまでにない大きなステージに立てるなんて、夢のよう、と新人メンバーの一人が喜びを隠せない表情を見せる。一方で、 ベテランメンバーの中には少し緊張した面持ちも見られる。世界に向けて自分たちの魅力を存分に発信できるよう、今日は全力で頑張りたい、と意気込みを語る。間もなく IMP のパフォーマンスが始まる。彼らが放つエネルギッシュなダンスと歌声に会場は一気に沸き立つ。熱狂的な歓声が沸き起こり、フェスのオーディエンスは IMP のステージに釘付けけとなる。日本のアイドルグループが、ここ中国の地で世界最高峰のフェスに立っているという事実に、多くの観客は感動を覚える。まるで夢のよう。あの日本のアイドルグループが、ここ中国で熱狂的な反応を呼んでいるなんて。フェスに訪れた音楽ファンの感想からは、IMP の一足ぶりが伝わってくる。 ステージ上の IMP のメンバーたちも観客の熱狂に押され、さらにパフォーマンスの質を高めていく。彼らの生き生きとした表情とダイナミックなダンスが会場を一層盛り上げていく。世界をまたにかけるアイドルとして注目される IMP。今回の中国フェスへの出演は彼らにとって大きな転機となるだろう。 世界進出への第一歩を踏み出した IMP は、さらなる高みを目指して、ステージを揺るがすパフォーマンスを繰り広げた。IMP のパフォーマンスが終わると、会場は熱狂の渦に包まれる。一人一人の観客の表情からは、彼らの魅力に完全に虜になった様子がうかがえる。多くの観客が IMP のメンバーに声援を送り、盛大な手拍子が巻き起こる。 特に印象的だったのが、サビ前の感想部分。メンバーが一人ずつソロを披露し、観客を魅了していった。ボーカルの迫力、ダンスの精度、キャラクターの輝きなど、IMP の魅力がたっぷりと詰まった圧巻のステージだったという。IMP 最高だった。また来てほしい。あんなにかっこいいアイドルグループは初めて見た。 日本のアイドルって本当にすごいんだね。そうした声がフェスの会場を包む。IMP はこの日の出演を通じて中国のフェスファンの心を大いに揺さぶったのである。今回の出演を機に IMP の知名度はさらに高まり世界進出への足がかりができたと言えるだろう。彼らの挑戦は これからさらに大きな飛躍につながっていくに違いない。アイドルとしての魅力を最大限に発揮し、世界中の観客を熱狂させた IMP。この経験を糧に、彼らはきっとより高い目標に向けて、新たな地平線を切り開いていくのだろう。この日のために、彼らは数ヶ月にわたる準備を重ねてきた。楽曲の選定から演出。 さらには中国語のパフォーマンスまで全てを吟味し抜群の仕上がりになったという中国のファンの皆さんにしっかりと IMP の魅力を伝えられるよう全力で臨みましたとンは話,話す伝説の K-POP グループ IMP が中国生徒で開催されたストロベリーミュージックフェスティバルに出演した様子をお届けします長年待望されていたこのステージを前に ファンの期待は高まっていました。特に日本からのピンキーと呼ばれる熱狂的なファンたちからは大きな注目が集まっていたのです。当日、会場に到着した IMP メンバーは晴れ渡る空にほっとした表情を浮かべていました。昨日までずっと雨だったけど、今日は奇跡みたいに晴れている、とリーダーの佐藤はファンに報告。 晴れ男と呼ばれる IMP にとって、こんな絶好のコンディションは嬉しい限りです。ステージに上がる IMP メンバー。緊張感と高揚感が入り混じる中、7人はそれぞれのポジションについていきます。客席からはスタンディングオベーションが起こり、歓声が会場を包みます。いよいよ幕が開きます。まずは、日本でも大人気の楽曲。 六金一重引用フパーティーから、フォーメーションを組み、圧倒的なパフォーマンスを繰り出します。客席のピンキーたちは歓喜の声を上げ、一体感に包まれていきます。続いて、中国でファンを獲得しつつあるフロー。フロアが一つになって、リズムに合わせて手を振る姿は圧巻です。IMP メンバー自身も、こんな反応を初めて目にし、 興奮の色を隠せません。そして、IMP の代表曲、頑張れ日本でも大ヒットした楽曲ですが、中国のファンがコーラスをすることで、より一層アーティストとファンが一つになっていきます。ライブの最後には、IMP のメインボーカル佐藤が客席に向けてマイクを向けます。本当にありがとうございます。中国のピンキーの皆さん、これからも IMP。 を応援してくださいと叫ぶと、会場は大歓声に包まれました。アンコールを求める観客の声に依頼、IMP は再びステージに登場。また来年も会えるように頑張りますと喜びの声を上げます。ついに最後の曲ソクールを披露し、ライブは幕を下ろしました。会場を後にする IMP メンバー。 疲れた表情ながらも、達成感に満ちた笑顔を浮かべています。大成功を収めたこの日のライブは、きっと彼らの記憶に深く刻まれることでしょう。IMP の中国進出は順調に進んでいますが、まだまだ課題もあります。言語の違いや文化の違いを乗り越え、さらなる飛躍を目指す彼らの姿勢は、まさに努力の結晶と言えるでしょう。 今回のステージを通して IMP はさらにファンの心をつかむことができたと言えるでしょう。今後彼らがどのように活躍していくのか大いに期待が高まります。次の舞台に向けて IMP メンバー7人はさらなる飛躍を遂げるために日々研鑽を積んでいくことでしょう。そして世界中のファンが彼らの活躍を見守り応援し続けることでしょう。 IMP の凄さを目の当たりにした今回のストロベリーミュージックフェスティバル。彼らが中国というこれまで挑戦したことのない舞台で見事な活躍を見せてくれました。これからも目が離せない存在となるでしょう。果たして IMP はさらなる高みを目指すことができるのか。その答えはこれからの活動に秘められているのかもしれません。次なる挑戦に ファンの期待が高まるばかりです。実際のステージでは、洗練されたダンスと迫力のあるボーカルで会場を沸かせた。ライブ冒頭から観客の熱狂的な声援が沸き起こる中、メンバー一人一人が自身の魅力を存分に発揮していった。